今日はカルカシの作品60の練習曲を利用しまして左手のフォームの説明をしたいと思います。いろいろ試していくうちに小指が一番大切なんだなということが分かりました。それはどういうことかと申しますと、実際にやってみたいと思います。小指の指の中心で押さえるということですね。こういう形ではなく、ここで押さえるということですね。ここですね。で、その人間の指はその親指に向かって作られていますから、小指が指の中心ですと、他の指はそれに準じて中心からちょっとずれて押さえるようになるわけですね。で、あとギターの教本ではその指の中心で押さえるということだけしか書いてないんですね。そうすると習う方、初心者はもう とにかく大変になるわけです。ということで、小指、ギターの押さえる板、指板はですね、平らですから、そこに向きの違った作りの違った指を置くわけですから、小指を立てれば他は少し横に寝るというような形になっていくのではないかと思います。ということで、こうではなくこっちですね。それでは実際にカルカシの2番の練習曲を利用しまして指の形を説明していきたいと思います。まず一番最初はこれですね。それが、まあ、いろんな指使いあるんですが、そのまま打つってこうですね。こうじゃないですね。そのままですね。それからその次、指を揃えてこうじゃないですね。こっちですね。しないでこのままの形を保ちながら、こう指、手首の方向を変えるとフレットの脇になりますね。あ、そうです。あの小指を立てるという他に、ギターのフレットのそばを押さえていくということが一つのポイントです。こうじゃないですね。これもそうですね。こういうふうにまっすぐ押さえないで、こうですね。寝てるっていうことですね。こうですね。それから、これも脇になるように、いろんな手の向きとか、肘の位置を変えてですね、フレットの脇に行くようにセットする。
音が入りくる感じですね。これだと指先に無駄な力がいくと思います。これは必要な分だけしかいきません。これで全てがこの方法で解決できるわけではないんですが、 80% ぐらいは、90% と言ってもいいかもしれませんが、そのぐらい応用ができると思います。ですからきちっとした置き方、どれが楽な押さえ方なのかということを早く身につけると、それだけギターの上達が早くなると思います。じゃあ最初から言ってみます。それと右手なんですが、以前その力を抜いた状態で、そのまま弾いてる人はほとんどいないということを言ったと思うんですが、この力を抜いて垂れ下がった状態ってのはこれですね。これでは音しか出ないということで、その構えた途端に多少力が入ると思いますね。だから力の抜けた状態で構えるってことはありえないと思います。それでどの程度力入れるかっていうことは、その出す音、それから曲奏によって違ってくると思います。私の場合は力を抜いた状態から、その小指の付け根と親指の付け根をちょっとこう絞るようにして、それで構えますね。でこれを今だから多少力入ってるわけですね。それでこういう弾き方あまりせずに、こうですね、
固定して、これですね、大げさに言うと意味変えてもこういうふうな全体で弾くということだと思います。はい、それではもう少しその左手のフォームでカルカッシのエチュードの3番を利用して話していきたいと思います。最初違うんですね。これさっきのこれとここは全く違った方法です。ということで、一つのフォームでもって全部やるっていうことは不可能というか、無駄がすごい無駄が出てきて弾きにくくなると思います。それぞれの押さえ方でそれぞれのフォームがあるということだと思います。いくつ何種類かのフォームがあるというのはまず数えてないので言えませんが、そんなに多くはないと思います。それと後半ですね。これも小指こうじゃないですね、こっちですね。これもあまりにも正反のフレットにまっすぐだというふうにすると、3指を押さえるときに困ってしまうんですね、窮屈で。ですからこういうふうな斜めの制覇ですね、それからこの制覇音は楽譜上はこのぐらいに書いてあるんですが、こうするとちょっと窮屈になるんで、この低音は使わないんですが、全制覇をして弾くと力が入らないで楽だと思います。最後の制覇これでも弾けるわけなんですが、なるべく小指を押さえた時立つようなスタイルで弾いた方がいいと思います。こういうことは参考にしていただけるといいと思います。それと右手なんですが、一個一個ですね、これなんていうんですか、その音楽的なことで解釈だけをしてしまうと、その低音の動きと高音の動きの掛け合いだということを、これを表面的に捉えてしまうと演奏は
ではなくて全部の音を一個一個対等に扱って弾く気持ちで、それでいて、結果的にその掛け合いの低音の動きと高音の動きと対比できると思うんですね。間の音を軽く、今見たくこうだと和音のハーモニーの感じがちょっと薄れてしまうんで、これがいいと思います。だからこの、このこうやって練習すると結局これはバッハの前奏曲なんかに利用できるんですね。例えばそのこうじゃなくて一個一個ですから、これですね。まあいろいろいろんな曲に発展していけるんで、これでいいと思います。まだまだ説明したいことがあるんですが、この指のフォームに関してはこのくらいでいいと思います。また何かの機会に、足りないところ、また何か新しいことが分かった時点で発表したいと思います。それでは個人的な方法で、私の方法なんですが、少しでも役に立つことがあれば大変嬉しく思います。それでは。先ほどは左手のスタイルについてだったんですが、右手の弾き方についてあまり触れていませんでしたので、今度はですね、ビラ・ロボスのプレリュード3番を利用しまして、音の出し方などをタッチとその音との関係ですね、これを少し説明してみたいと思います。まずそのロボスの前奏曲の真ん中後半ですね、ここから始まる部分、それでまずですね、普通に指の動きだけでやりますと、こうなるんですね。でそのこういう音の出し方ではなくて、これはアコヤンなんですが、まあ、RYL でもこのこうじゃなくてこっちですね、と音の質が変わってきますから、それでそうしましたら、人差し指ばっかりで、親指だけで、薬指だけで、要はですね、その手の重みでもって弾けば、その薬指で弾こうが中指で弾こうが、人差し指だろうが親指だろうが、ほとんど同じ感じが出せるということになると思います。そういったことで指を変えて弾くのではなくて、同じ指で弾いてみて、特にいい方法というのは、親指だけでこれと同じ感じをそれぞれの指でできるように工夫して、技術を身につけるというふうなことをやってみるといいと思います。ちょっと弾いてみますね。
ちが高ぶっているわけですから、こういう立ちじゃできないと思うんですね。こっちですね。これは以前にも説明したと思います。まあこのようなことで、いろいろな要素があると思うんですが、右手のタッチの仕方の参考になればと思います。それでは。